令和2年7月よりスタートして放送回数43回、延べ56人の方に出演いただきました。真備町の今とこれからも本日が最終回となります。昨夜最終回を迎えた FM 倉敷のラジオ番組のコーナー、真備町の今とこれから。西日本豪雨の翌年2019年7月からおよそ5年間、真備町の復興を支える企業や住民らの声を伝えてきました。今月23日に小田川と高橋川の合流点付け替え工事が完了し、町の復興に一定のめどがついたとして、このコーナーも終了することになりました。最終回のゲストは、これまで8回出演した現地の河川事務所の浜田康彦所長です。令和5年度末、完成ということで説明させていただいていて、はい、それが予定通り、完成させることができて、正直ホッとしてます。2019年に開所した高橋川・小田川緊急治水対策河川事務所、合流点付け替え工事の完了に伴い今年度で閉所することが決まっています。番組の最後には河川事務所に寄せられた地元住民からのメッセージが紹介されました。すごいな、一人じゃないなと工事の進捗状況を感じるたびに元気が出ていました。また真備から倉敷市に仕事に向かう際、毎日通る道が日々きれいになっていき、通りやすくなることをその都度実感しておりました。今はとても快適に通勤させていただいております。ありがとうございます。まあ、この仕事してなかなかそういう声って聞く機会がまあないなかったりもするので、正直嬉しかったですね。ハード対策終わったことで治水安全度上がりました、だけど絶対安全というのはありません、でまあ、災害はもういつ起こってもおかしくないので、やっぱり災害に備えていただくということがまず大事かなと。災害に強い町、そして明るい人が集まる町へ、町の復興は新たなステージを迎えました。